老人エイトは行政機関の様々な情報を厳選してお届けいたします。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。野口聡一宇宙飛行士搭乗の米国クルードラゴン宇宙船運用初号機の打ち上げ成功について文部科学大臣談話。令和2年11月17日、萩生田文部科学大臣によりますと、野口聡一宇宙飛行士の搭乗する米国クルードラゴン宇宙船運用初号機が日本時間の11月16日月曜日9時27分、日本時間、米国ケネディ宇宙センターより打ち上げられ、11月17日火曜日15時過ぎに ISS 国際宇宙ステーションに無事入出したとの報告を受けました。長期滞在のスタートを心から喜ばしく思っています。野口空飛行士はおよそ半年間にわたり ISS に長期滞在する予定となっています。滞在中には将来の有人滞在を想定した燃焼に関する実験や iPS 細胞を用いた立体臓器の喪失に関する実験など様々な科学実験が行われる予定です。我が国はこれまでの ISS における活動によって様々な技術の獲得、蓄積や利用の拡大を行ってきましたが、今後はアルテミス計画への参画を踏まえ、さらなる新宇宙に向けた国際宇宙探査で必要となる技術の実証の場としても活用していくこととなります。来年秋頃には日本人飛行士の募集が予定されており、国民の宇宙への関心が高まっています。このような中、野口空飛行士には ISS 滞在中に様々なミッションに挑戦していただき、その意義が国民や世界の皆さんにしっかり見えるような形での発信や、我が国の宇宙開発の未来につながるような活躍をされることを期待しています。また、約半年の滞在後に、搭乗員の方々と無事に帰還されることを願っています。詳しくは、文部科学省のサイトとご覧ください。以上、老人エイトがお届けしました。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。